日本東京都豊島区南池袋南池袋は東京都豊島区の地名。現行行政地名は南池袋1丁目から南池袋4丁目。郵便番号は171-0022。南池袋は北側は東池袋、東側は雑司ヶ谷、文京区大塚、南側は目白、西側は西池袋に接しており。 池袋駅東南側及びグリーン大通りの南側を占める。雑司ヶ谷霊園南側を除いて旧鶴巻川暗挙よりほぼ北側にあたる。雑司ヶ谷霊園は南池袋4丁目の大半を占めるため、それに関連する自社も多く存在する。また西部池袋本店、池袋パルコ、池袋ショッピングパークをはじめとして、 池袋駅東口の繁華街を東池袋と2分する形で街並みを形成し、主に南池袋一丁目はショッピング街、グリーン大通り沿いは金融街になる。その一方で、雑司ヶ谷霊園や南池袋公園をはじめとした神社仏閣や緑地が多く、静寂な環境でもあるため各種学校や大学も存在している。東池袋地区再開発計画に伴い、 明治通りのバイパス設置工事により、グリーン大通りとの交差点から南に、道路用地が確保整備されている。豊島区内では、戸電荒川線沿いに、増誌ヶ谷、高田まで延伸し、新目白通りに連絡する予定である。増誌ヶ谷霊園付近の家屋はすでに立ち延いており、明治通りの渋滞は緩和されるが、旧来の街並みが消滅しつつある。また、明治通りと交差し、 西口の繁華街に通じるビックリガードがあり、ホテルメトロポリタンから劇場通りへとつながっている、交通の要衝でもある。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、南池袋1-1の地点で46万4千円、平方メートルとなっている。もともと南池袋1丁目は、増子ヶ谷6丁目であり、南池袋2丁目から、 南池袋4丁目は増志賀谷4丁目であった。その後、増志賀谷6丁目は池袋東2丁目として丁名が変更となった、経緯がある。しかし、1966年に、再び住居表示の変更に伴い、現在の形の南池袋1丁目から南池袋4丁目として、分離独立することになった。二千十七年十二月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では、学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している、通学区域の学校も選択することが可能。池袋駅東口の停留場の多くは、東池袋にある。西武池袋本店、ダイヤゲート池袋豊島エコミューゼタウン。 南池袋公園、ありがとうございます。